どうもミスター雁之助です。今回はですね、まあこれは FMW の話なんですが、新人レスラーのお話をしてみたいと思います。まあ新人レスラーにまつわる話、今日ちょっと今からする話はね、新人レスラーのコスチューム、まあ、タイツ、リングシューズですね、あとテーマ曲、ここら辺の話をちょっとしてみたいかなと思います。まあ僕と江崎はやぶさがデビューしたのが、1991年だから今から31年前ですか。その時、まあ練習して、まあ、何ヶ月か経ってもう試合できるよっていう感じになってきたら、後藤さんからタイツとシューズ作っとけよって言われるんですよ。もうデビューが迫ってきたやつっていうのは、それが合図で、あ、もうデビュー近いんだなっていうことで、早速ですね、コスチューム屋さんにタイツとリングシューズを作りに行くわけですよ。はい。で、まあ暗黙の了解というか、まあ当時はもうタイツっていうのはショートタイツで、もう原色ですよね、僕らが作っていいって言われてるのは。だから黒とか、黒、青、赤、こんなもんかな。まあ、原色ですよ、とにかく。こう、デザインがね、入ってるとか、そういうのも絶対ダメですよ。もう、後藤さんに食らわされますからね。だからリングシューズも、もう、その、タイツと同じか、まあ、タイツと違ってもいいんだけど、まあ、原色ですよね。で、僕は、江崎は赤だったんですよ。赤いタイツ、赤いショートタイツに赤いリングシューズ。で、僕は、まあ、黒っていうのもね、なんかこう、なんか芸がないなと思って、青にしようと思ったんですけど、ただの青だと、まあ、目立たないなと思って、まあ、これ、本当はダメなんでしょうけど、勝手にね、青じゃなくてスカイブルーにしちゃったんですよ。怒られなかったですけど、本当はダメなんだと思うんですよね。当時星野勘太郎さんが履いてたような、もう真っ何ていうの、空の色ですよ、快晴の時のスカイブルー、星野勘太郎さんのタイツと同じ色をですねオーダーしまして、勝手にでリングシューズも青にしたら面白くないんで、これ白にしたんですよ。はい、あ、でなんで白にしたか、もう一つ理由があって、僕ね、浴衣の時、ファンの時ね、長州さん、まあ、憧れてたんですよ、結構長州力さんで。学生プロレスの時もね、僕はソープ延長っていうリングネームを先輩につけられたんですけど、でこう話がちょっと脱線しますけど、ね、長州さんの格好でやってたんですよ、僕。長髪でね、黒いタイツで白いリングシューズで、それなのにリングネームがソープ延長つってね、まあ、橋部さんっていう今僕が勤めてる介護の会社の社長、今社長なんですけど、当時僕が1年の時4年の先輩で、ソープランドに連れてってやるよって言われて、僕初めて行ったんですよ、熊本のソープランドに。ちょっと話飛んですいませんね。で、
初めて連れて行かれた時に、その橋部社長がと一緒にあの控え室入るんですよね最初。でこう待ってるんですよ緊張しながら。そしたら橋部社長の、まあ、お相手が先に来て、もう橋部さんが先に登られたんですよね。行かれて、で僕はこう、まあ、10分か20分か遅れて部屋に入ってだったんですよね。それでもうシステムとか何も分かんないんで初めてですから。でまあことが終わってもう帰るのかなって思った時に、女の人に延長されますかって、延長しますかって言われて、わけわかんないからはいって言っちゃったんですよ。はいって。そしたらもう自動的に延長されちゃったんですよね、時間が。そのソープランドの20分ぐらい、まあ、延長して勝手に、わけわかんないんで、で延長した時間が終わって、あの着替えて下に降りたら、もう橋部社長がずっと待ってるわけですよ、あの受付でロビーで。遅えなお前みたいな感じで、だそのね、おごってもらいながらソープを、先輩を待たせ、何十分も待たせたという、このですね、あの非礼を私が失礼なことをやってしまったために、その雪村健次郎さんがそれを聞いて、お前のリングネームはソープ延長だっつって、まあ4年間僕はソープ延長っていうリングネームでやってたんですが、まあ、その時も長州さんの挑発で、まあさっきも言いましたけど、黒タイツで白のリングシューズで、長州さんに憧れて、長州さんのスタイルでここにバンテージ巻いてね、リキラリアットとかして、サスリ固めとかして、その時から長州ムーブやってたんですよ。なんであのミスターガンヌスケになった時も、ガンシュウイキっつって、長州さんのサソリ固めのモノマネとかやってたぐらいに好きだったので、まあ、長州さんが履いてた白いリングシューズっていうのを僕は履きたくて、そのスカイブルーに白のリングシューズっていう、まんま星野勘太郎さんになってしまいまして格好が別に星野勘太郎さんに憧れてたわけでも何でもないんですけど、よく考えたら星野勘太郎さんと同じになっちゃいましたね。なのでまあ現職なんですよね、あの 当時っていうか、まあうん、昔はそうでしたよね。でそれがですね、まあ何年か経って、まあそのマンモス佐々木ね、マンモがデビューした時にコスチューム見て俺びっくりしたんですよ。あのビッグバンベーダーみたいなの履いてやがって、なんだこれはと思いましたね。僕らの時にあんなコスチューム作って、あのデビュー戦やりますとかって言ったら、後藤さんにぶん殴られて帰れっていう、もうクビですよ。あんなベーダーみたいなタイツ作ってきたらクビですよ一発で、うん、だから時代も変わったんだなと思いましたね昔はね、ショートタイツでもうそういう黒とかね、赤とかしかダメだったのに、あれはびっくりしましたね。であとタイツってね、あの全日本タイプと新日本タイプってあるんですよ、知ってます？ショートタイツに、うん、で俺なんかはもう体型からして全日本タイプなんですよ、タイツも。で全日本タイツ、あの全日本プロレスの全日本タイプって何かっていうと、股髪が高いんですよ。ちょっと噛みまくってますね。股髪がね、高いんですよ。股髪っていうのは、だから股の下からおへそまでの高さ、これが高いのが全日本タイプのショートタイツで、新日本タイプのタイツっていうのは、ショートタイツっていうのは股髪が低いんですよ。だからおへそが出る。で全日本タイプはおへそが隠れるタイプなんですね。だから俺は常にへそが隠れるタイプ、で江崎は常にこうへそが出てる新日本タイプっていう。でこれも体型とかによってね、こうタイツのでかさ変わりますよね。で全日本の体が大きい人たちのタイツって、もう誰のタイツ見てもデカパンなんですよねみんなへそが隠れるタイプ、全日本タイプですよ。でも新日本の見るとね、
猪木さんとか藤波さんとかみんなへそが出てるんですよ。 あれ新日本だから、ショートタイツでね、新日本タイプ全日本タイプってありましたね。あとね、僕はね、これ誰かから聞いたんですけど、全日本のね、誰だったかな、誰かも外人選手がやってたって聞いたんですけど、僕も試合の前にタイツを水道で水で濡らして絞って履いてましたね。そうするとピチってこう、あの肌に吸い付くというか馴染むというかですね、僕が濡らしてそれを絞って履いてましたね。あんまりいないのかもしれないですけど、これ誰かがやってたって俺聞いたんだよな。全日本の時の外人選手がもう水道の水で濡らして絞って履いてたって聞いたんですけどね。あとはね、テーマソング若手の、これは若手の時っていうのはなかったですね。なかったっていうかないんですよ。 FMW の話ですよ。なくて、両方走って無音でただ走って出てくるっていう。で当然階段とかも出ないです、若手はね。だ上に行かないと階段は出してもらえないんですよ。でロープも上げてもらえない、さあ当たり前なんですよ。もうペーペーですから。で僕はデビューして半年ぐらい経った後にいきなりメインイベントにボーンってこう飛び級みたいな感じで、いきなり前座やってたのに、いきなりそのシリーズからもうそこからずっとメインイベントにしか出なくなっちゃったんですよね。これ、まあ、人がいなくて鬼田さんの方針だったんですけど、ある日突然半年後にいきなりボーンってこうメインイベントに出されるようになって、名前も本田正史から本田雁之助になって、ミスター雁之助になってってなった時に、やっとこうテーマ曲がついたんですよ。シングルマッチとかやる時にやっぱ音楽いるんで、そうなった時にになって初めて僕テーマ曲がつきましたね。これ新井さんがね、なんか映画のなんだろう、なんか変な映画のサントラ版からなんか撮った音楽で、なんだったか、謎の海賊船っていう、なんかね、これ何ですか、全く分かんないですけど、曲のタイトルが謎の海賊船だったんですよ。初めて僕のテーマ曲、謎の海賊船ですよ。でしかもわけのわからないなんかメロディーなんですよ。もうなんか乗れないような多分新井さんが適当に選んだんだと思うんですけど、だその時はまだ江崎とかはやぶさね、はやぶさが若手の頃、多分テーマ曲なかったと思いますよ。だから走ってリングに上がってそのまま試合してたと思いますね。でテーマ曲つかないまま多分メキシコ行ったんじゃないかな、彼は、江崎は。だから新人の時ってテーマ曲ないんですよね。今はあるのかな、今の時代は。だからそういうコスチュームとかね、マンモがベイダーのコスチューム着てくるとか、もう最初からテーマ曲があるとか、俺らの時はちょっと考えられなかったんで、まあそれも時代なんでしょうけどね。今はデビュー戦からガウン着たりとか、あのね、デビュー戦っていうか、もう若手のやつが飛んだり跳ねたりするのは当たり前ですけど、僕らがもう第一試合とかやってる時は、だから俺前も言いましたけど、本当に手取ったり足取ったり以外やっちゃダメなんですよ、ボディスラムとかドロップキック以外は。でたまたまっていうか本当にやることがなくて、バックドロップを僕一発出しちゃったんですよ、ある試合で。1試合目ですよ。でそれを後藤さんにたまたま見られてて、控室帰ってきてもう鬼のように怒られてね、もうお前やめろっつって、お前舐めてんのかてめえこらってボロクソ言われたんですよ、一発ですよバックドロップ。それぐらいね、技に関しては若手はやっぱこうシビアにもう大技を使うなって言われてましたよ、昔はね。だから言い換えると、大技を出して試合を作るっていうのは簡単なんですよ。簡単っていうかね、簡単っつったらあれだけど、だから手を取ったり足を取ったりね、ヘッドロックとかトーホールドとか、めちゃくちゃ地味なことを
して、それで試合を作るっていう勉強してるんですよ、若手っていうのは。1試合目で前座っていうのはね、派手な技はがなくても試合を成立させなさいっていうことなんですよね。それで徐々にこう上に上がっていくにつれて派手になっていく、で名イベントでわーってなって盛り上がって終わるっていうのは興行なんですよ。これはフルコースのね、だからフルコースの前座の付け合わせでいきなりそこでねシューティングスタープレスとかやっちゃダメなんですよ本当は。いや今はやるでしょ、うん、だからダメなんですよ、うん、だから1試合目は付け合わせなんですよ、前菜なんですよ。だから徐々にこう最後にステーキが出てきてデザートが出てってなるわけですよね。まあプロレスの場合は最後にメインディッシュが出ますけども、だそういう流れを無視しちゃいけないよっていう。今のプロレスは1試合目2試合目からどんちゃがどんちゃがやるっていうので、まあどうなんでしょうかねっていう話ですけど、まあ FMW の若手の時っていうのはまだね、もう30年前ですけど、31年前かそんな感じで、結構だから、まあ、昔の、まあ、古臭い、うん、っていうか、まあ、厳しかったですよね。そういう昔のルールにのっとって僕らもやってたっていうような話でした。はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ミスターガンヌスケでした。バイバイ。今日もこの